日本人は加害者だという考えを作り上げたのは誰か。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳朝基でございます。本日8月15日というのはですね、終戦記念日です。いろんなメディアでですね、戦争特集というのは組まれているわけなんですけども、特にですね、今年というのは終戦75年の節目ということで、まあいろいろ注目されています。ところでですね、昨今においてはですね、日本人は加害者であるというような考え方というのがですね、一般的に広まっているかなというふうに思うわけです。確かにですね、東京裁判ではですね、侵略戦争というような規定があってですね、日本は加害的な行為をしたということはですね、一応その日本側も受け入れているわけですけども、少なくともですね、当時の日本人、終戦の時の日本人はですね、加害者意識なんていうのは皆無だったんですね。で、これは軍部とかに対してですね、まあ批判というのはあったんですけど、多くの日本人はそういう軍部とかに対する被害者であるという意識があったんで、加害者であるという意識というのはほとんどなかった。で、この加害者という意識はですね、自然発生的に生まれたものではないんですね。この被害者意識というのはですね、自然発生的に生まれたんですけど、加害者意識は違うと。実はこの加害者意識というのはですね、人工的に作り上げられたものなんですよ。で、それはいつ頃作り上げられたのかというとですね、1960年代後半にですね、作り上げられたんですけど、それはですね、ある人物たちによってですね、作り上げられたものなんですね。これはほとんど個人の名前が特定できるんですよ。で、もちろんその個人の人たちがですね、広めたことによって多くの人たちにまあ広まっていきましたから、その現在その個人を特定したところであまり意味はないんですけども、いずれにせよですね、それが現在においても影響を与えているわけですね。ではですね、その個人というのは誰なのか、誰が日本の加害者意識というですね、考え方を作り上げたのか。実はですね、その話というのはですね、次回以降にしたいなというふうに思います。というのはどういうことかというとですね、その話をするにあたってですね、若干の補足をしないといけないんですね。で、それはどういうことかというと、日本人は加害者だという考え方がなんでその当時必要だったのかということをですね、説明しなきゃいけないんだろうなというふうに思うわけなんです。で、そういう考え方があったからゆえにですね、ある人がですね、日本人が加害者だということを言ってた時にですね、多くの人たちがそれに飛びついていったわけなんですね。で、彼ら、そしてまあ現在の日本の人たちもですね、日本人が加害者だという感情、そういうような考え方っていうのを必要としていたんですね。現在においても必要としてるわけなんですけど、そして日本人が加害者意識を持ってですね、韓国とかに迎合するということが望ましいと思ってる人たちがいるんですね。で、そういうようなことをですね、ちょっと前提としてお話したいなというふうに思うわけなんですよ。で、ここで重要になってくる考え方はですね、自尊心という考え方なんですね。自尊心と。で、人間はですね、集団の中で生きているわけです。そしてですね、その集団の中において、まあ、個人個人がですね、欲望を持って生きているわけなんですね。で、その欲望をですね、その個人個人の欲望を叶えやすくするためにはですね、その集団の中でしっかりとした地位を獲得する必要性があるわけなんですよ。できるだけ地位をこう高くしていった方が欲望を叶えやすいんですね。そのですね、集団の中でですね、自分たちがですね、その地位を獲得するためにはですね、そこに自尊心という考え方が必要になってくるんですね。自尊心っていうのはどういうものかっていうと、自分が価値ある存在であるということをですね、自ら認める自己評価なんですよ。自分は優れた存在である。自分は価値ある存在である。自分は意義ある存在である。そういうことをですね、自分の中で位置づけるという、まあ、気持ち、自己肯定感的なものですね。それが自尊心なんです。なんでですね、そういう自尊心が必要なのかというと、先ほど言いましたように人間は集団の中で生きているわけです。集団の中に所属しているということがですね、必要になってくるわけですね。つまり逆に言うと集団から排除されたくないわけです。その中でですね、集団の中で自分が価値ある存在だというふうに認識できるということは、自分はですね、集団の中から排除されないということを意味するわけなんですね。つまり自尊心ということが満足されないと、集団からですね、排除されるかもしれないという、そういうですね、情緒不安定的な気持ちになるわけなんですよ。実はですね、60年代の後半にですね、日本の中でそういうような気持ちを持ってた人たちがいるんですね。それがいわゆる日本の左翼の人たちなわけですよ。まあ左翼、まあいわゆる社会主義や共産主義っていうのを信奉した方で、まあ昔は進歩革新的なイデオロギーを持っていて、今はリベラルと言われている人たちですね。で、彼らはですね、そういうまあ自尊心を持っていたわけですけど、その自尊心の源は何だったのかっていうと、いわゆるまあ共産主義や社会主義というですね、価値観、そういうものがあったんですね。彼らは共産主義の社会をすること、社会主義の社会にすること、それは日本にとっていいことだっていうふうに思っていたわけです。だけどですね、だんだん時間がこう経ってくるとですね、その社会主義や共産主義の社会よりもですね、彼らが適していた資本主義の社会の方が、ずっと、まあ人々を幸せにできていたわけなんですね。
つまり共産主義社会っていうのをですね、信用することができなくなってきたわけですね。つまり自分たちの自尊心というのがですね、まあ損なわれてしまう、傷ついてしまうわけなんですよ。そこで彼らはですね、自分たちの傷ついたプライド、自尊心っていうのをですね、どうやって回復させようと思ったのかっていうと、それが他人を見下すことなんですね。他人を見下すこと。もうちょっと言うと、他人というのは日本人、こういう人たちを見下すことによって、その自尊心を回復させようとしたわけなんですよ。なぜならば、その日本の左翼というのはですね、実際問題政治的に敗北してたわけですね。だからですね、彼らというのは日本社会の中からある種排除されてるわけですね。まあ、政治的に敗北するっていうのはそういうことです。多数派を取れないわけですから、お前の考えより別の人の考え方の方がいいよって言われてるわけですから、彼らはそこで疎外感を得るわけですね。でもまあ、もともとの彼らはですね、そういうふうに言いながらも、多くの国民の人たちに対して、まあ、あいつらもですね、時間が経てばわかるよと。あいつら学がねえからなと。俺たちみたいな頭が良くねえからと。ね、しばらく経てはですね、世界中の国々が共産国家になってくんだと。その時に俺たちのね、言ってたことが正しいってわかるぜ、へえ、みたいなふうに思ってたわけですよ。だけどそういうことを自分たちもですね、思うことができなくなってきたんですね。だって、その共産国家の方がですね、豊かじゃないんですもん。だから彼らはですね、そうやって傷ついた自尊心をですね、他のことで満足させなきゃいけなくなったんですね。それが先ほど言った他人を見下すこと、日本人を見下すこと、そういうことによってですね、自分たちの傷ついたプライドを満足させようとしてきたわけなんですよ。それが彼らが日本人は加害者であるっていうですね、価値観を必要としたという前提なんですね。彼らが日本社会の中で排除されていなければ、排除っていうのは、まあ、要は先ほど言ったように政治的に敗北していることですね。それも1回や2回も負けてるんじゃなくて、彼らはずっと敗北し続けるわけです。だから彼らはですね、敗北し続ける自分たちをですね、まあ、その正当化するためにもですね、日本という国、日本人という人たちを否定しなきゃいけなくなるんですね。それが彼らがですね、作り上げてきた、加害者であるという考え方を作り上げてきた理由なわけなんですよ。日本人を否定するために日本人を加害者だという考え方を作り上げてきたわけです。何度も言うように、これは自然発生的に生まれたんではなくて、そういった左翼の人たちが必要としたから作り上げてきたんですね。彼らは日本人を見下すことによって傷ついたプライドを、自分たちの傷ついたプライドの埋め合わせをしているんです。そのための、まあ、仕掛けというか、そのための考え方が日本人は加害者だという考え方なんです。こういう前提に基づいてですね、次回以降、日本人が加害者であるという考え方は誰が作り上げてきたことなのか、そしてどういう考え方からどういう経緯で作り上げられてきたことなのかということをですね、お話したいなというふうに思います。日本人は加害者というのは人工的に後に作られたものです。そしてそれはですね、ある個人の、まあ、考え方、まあ、個人の人たちですね、の考え方によってですね、その当時の人たちの多くの人たちがですね、そういう考え方に飛びついて、まあ、広まっていったことなんだよ、ということをですね、ぜひ認識していただきたいなというふうに思います。そしてそれはですね、次回以降ですね、お話していきたいなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアウトつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。